スーパーのアルビスは富山市北部地域で移動販売を行うのに合わせ、今日地域の見守り活動について富山市と協定を結びました。これはアルビスが富山市北部地域で移動スーパー徳島丸を運行するのに合わせたもので、対面販売で住民とのコミュニケーションを取りながら安全を見守ります。富山市はこれまで高齢者の孤立死などを防ぐため、電気やガス、新聞販売などライフライン関連の事業者と見守り活動の協定を結びましたが、食品スーパーと協定を結ぶのは初めてです。アルビスは移動スーパー徳島丸に生鮮品や惣菜、日用品など400品目を積み込んで、地域の公共施設などを回り、業務中に異常を見つけた場合は市に知らせます。お店を起点にして、そしてその周辺のそういう買い物、毎日の買い物の中で困っている方の、そういう要望に応えるということで進めていきたいと考えています。今日は富山市内の特別養護老人ホームなどでプレ販売が行われました。移動スーパー徳島丸は今月17日から富山市北部地域で販売を開始します。毎週火曜日、金曜日は針原と水橋南部地区、水曜日、土曜日は岩瀬と水橋北部地区を回ります。